どうもゼンです。氷属性の片手剣といえば全体的に優秀なプレリューネ、それから属性値が非常に高いアバイシュドゼロあたりがよく使われてると思うんですけど、今回はこの5射ギガゴザクーがかなり強いですよっていう話をしたいと思います。まず性能を見ていくと、こちら攻撃力が非常に高くて切れ味も素で短い紫があるものの会心率が低く、属性値もいまいちといった性能をしています。でタイトルアップデート1の前、まだ防具の回避錬成がなかった頃はこの低い会心率をカバーしつつ切れ味もケアしつついつもの攻撃スキル、まあ、見切りとか弱得攻撃を積むっていうのがかなり難しかったのであまり活躍の機会はなかったんですけど、防具の回避錬成が解禁されてから積めるスキルの数がかなり増えました。なので今はこいつらの会心率を 100% もしくはそれに近いところまで持っていきつつ、匠達人芸とかの切れ味ケア、そしていつもの攻撃スキルを積むっていうのが十分可能になってます。もちろん強く使うためにはかなりいい回連成と戸籍が必要にはなってしまうんですけど、ちゃんとスキルが積めると元の攻撃力が非常に高いっていうのもあってかなり強いので、今回はそれを紹介していきます。早速装備例の方がこんな感じですね。まずいつもの必須攻撃スキル見切り攻撃弱得超会心に加えて会心率を補うための恐竜章をつけてます。これで恐竜章克服時の会心率が 95% になります。あとは切れ味ケアに達人芸さんと匠2ですね。モンスターによって必要な匠のレベルって違ってくると思うので、ここは相手に合わせて調整って感じですね。あと攻めの主性と挑戦者は追加でつけられたのでつけたって感じです。で防具の回避錬成の方がこんな感じです。まあ、全体的にかなり回避錬成してあるので組むのは結構難しいと思うんですが、さっき表示したできればってところのスキルを適宜抜いて組んでもらえればなって思います。ただ注意として、いい回避錬成防具とか戸籍があまりないっていう場合はそもそもギガゴザクーじゃなくてプレリューネでも全然強いので、このギガゴザクーはあくまで回避錬成と戸籍が整ってる人がさらに火力を求めたい時向けなのかなと思います。はい、じゃあ装備紹介の方は以上で実戦の方やっていきましょう。お相手が激光ラージャンですね。これは当たらないか。まあ、激光ラージャンは結構昇竜チャンス、頭に昇竜できる機会が割と多めなので、そういう意味で物理寄りの御社片手剣が結構強いかなって感じですね。そして何はともあれ、あもう克服できたか。今これ克服して、恐竜章克服して挑戦者も発動してるんで、この状態での会心率が98% ですね。ほぼ 100% です。これは落ちるかな。よしよしよし。あ今なんか、あ今のはこれはあれか、多分今スタン取ってから総流ダウン、総流待機状態のダウン取っちゃいましたね。ちょっともったいない。でこれは三本書き目くらいにジャストラッシュ始めると起き上がりに FB がいい感じに入ります。よいしょ。つむじ狩り当てて、ここら辺で、あちょっとこれは腕に吸われちゃいましたね。でこいつの頭って氷が30も通るんですよね。なので属性ダメージもかなり出せるので、そういう意味だと属性寄りでも全然、属性寄りの装備でも全然いいんですけど、属性寄りの装備だと何が問題かっていうと、こいつダウン中ってめちゃめちゃ腕に沿われるんですよね。普通の剣攻撃はこんな感じで、なんですけどジャストラッシュだと今これ見てもらえれば分かると思うんですけど、かなり頭に当てやすいんですよね。でジャストラッシュ FB っていうのはご存知の通り物理寄りの技なので、まあ、そういう意味で昇竜が当てやすい、昇竜を頭に当てる機会が割と多いっていうのと、まあ、ダウン中にジャストラッシュするっていうのがあるので、こいつは物理寄りの方が個人的にはおすすめかなと思います。2回目の麻痺が入って、あと会心率に関してもう一つ言うと、猫ですね。これ今回ファイト猫なんですけど、このファイト猫の会心率アップがついてくれるので、それで会心率カバーするっていうのも全然ありですね。これちょっとジャストラッシュ遅かったかもしれないな、遅かったかもしれないんで、ちょっと2回目の入力早めにしといて、よしよしよし。これが2もがき目3回目、これは多分ジャストラッシュちょっと早いんですよね。まあまあいいか。なんでちょっと空中で待ったけど、やっぱちょっと遅かったんで
FB2 発目外れちゃいましたね。よし、これの調理がちょっと難しいんですけど、よしよしよし、頭に当たりましたね。これはつむじ狩りからのジャストラッシュがいい感じのタイミングで、これで終わりそうですね。終わりましたね。はい、ということで、ギガゴザクーの実戦でした。タイムが3分45秒ですね。まあなかなかいい感じではないでしょうか。今の会心率がこれが 75% ですね。これは恐竜症克服とファイト猫の会心率 30% アップが両方入ってますね。という感じで、ギガゴザクー今かなり強くなってると思うので、怪錬星とかお守り結構いいの持ってるって方はぜひ試してみると面白いんじゃないかなって思います。はい、で最後にちょっと補足なんですけど、こちらの万円券ロギンシーカ会、これもギガゴザクーと全く同じ理由で結構強いかなって思います。これもギガゴザクーとかなりというかほとんどスペックは同じで、会心率がちょっと下がってるんですけど、これも今紹介したような装備と全く同じような装備で結構強く使えるのかなと思います。ただ個人的にちょっと残念というか懸念点は、今物理優先の非属性装備で行きたい相手っていうのがあんまりいないかなっていう気はしてますね。非属性弱点だと、例えばゴシャハギとかいると思うんですけど、ゴシャハギの場合だとあいつ結構火が通るっていうのと昇竜できるチャンスっていうのが割と、そんなに多くはない方なので、あんまり物理寄りの非属性片手剣っていうのが輝く方ではないと思うんですね。で他にも非属性弱点のやつって割と属性寄りで属性も大事にしていきたいなっていうのが結構多いので、こっちはギガゴザクに比べるとまだちょっと活躍の場は少ないのかなっていう気は個人的にはしてます。はい、ただ強力なことには変わりないので、今回紹介したような装備で試してみると面白いんじゃないかなと思います。ということで、今回こんな感じですかね。ご視聴ありがとうございました。